アクシスコミュニケーションズ、アクシスコミュニケーションズ AB は、スウェーデンルンド市に本拠地を置く、物理セキュリティ及びビデオ監視向け、ネットワークカメラの製造メーカー。通称アクシス。アクシスコミュニケーションズはもともと、プリントサーバーを開発、販売する企業として発足した。その後、コンピューターネットワーク技術を利用し、セキュリティ産業向けにネットワークカメラを開発。 製品のほとんどにフラッシュメモリーを搭載した組み込みシステムを採用しカスタムバージョンの Linux を起動する。最も注目すべき主要な技術の一つにデバイスのフラッシュメモリー寿命を伸ばす JFFS の開発が挙げられる。日本オフィスは東京都新宿区に拠点を置くアクシスコミュニケーションズ株式会社。1994年に設立。2015年。 キャノンに買収されキャノングループの一員となった。アクシスコミュニケーションズはスウェーデン・ルンド市にて1984年にマーティングレンとマイケル・カーソンにより創設された。IBM メインフレームとミニコンピューター環境における PC プリンターに使用するプロトコルコンバータとプリンターインターフェースの開発と販売をしていた。1980年代後半に 米国ボストン及びマサチューセッツに販売支社を開設。1990年代初頭には IBM メインフレームからネットワークと TCPIP プロトコルへとビジネスをシフトさせた。1991年、アクシスコミュニケーションズは TCPIP とネットワヤの両方をサポートするマルチプロトコルプリントサーバーを発表した。1995年、TCP IP と Windows に対応し、ファイルサーバーインディペンデントのマルチプロトコル CD-ROM、サーバー、イーサネットネットワークのアクシス850を発表した。同年までに香港、シンガポール、東京に販売拠点を開設した。1996年、アクシスコミュニケーションズは、業界初のネットワークカメラアクシス200を発表した。 1999年には Linux を内蔵した初の量産品となる Axis 2100を2004年には発表当時世界最小の Axis 206を発表した2008年 Axis Communications はロッシュとソニーと共にネットワークビデオ製品のインターフェースを標準化し新しい産業基準を制定する業界団体 a m b i を創設 2009年、アンビフに対応した初の製品、アクシス P3301 を発表した。現在、600点以上のアンビフ対応製品が販売されている。アクシスコミュニケーションズは40カ国以上に拠点を構え、1600名を超える従業員を抱えている。2013年の調査会社 IHS リサーチ結果によると、 同社はネットワークカメラとビデオエンコーダ市場において世界市場リーダーであると報告されている。設置事例は米国、ヒューストン及びシドニー国際空港、ロシアモスクワ地下鉄、スペインマドリードバスなど世界各地の重要地点に多数及ぶ。アクシスコミュニケーションズは様々な用途に向けたネットワークカメラを開発、販売している。 PTZ 対衝撃、サーマル、屋外、HDTV、ワイヤレス、動体検知、及びプログレッシブスキャンなどである。同社は、業界初の HDTV、ネットワークカメラアクシス9755を2008年12月に、サーマルネットワークカメラアクシス9910を2010年1月に、発表し、HDTV とは、スンプトにより定められた。 一定の解像度とフレームレートの基準を満たす製品の認証。P-Iris は、P-Iris はアクシスのネットワークカメラに搭載される絞り、制御方式の一つ。カメラにインストールされた特殊なソフトウェアとレンズ内のステッピング網により、絞りの開口部を調整し、光量及びコントラストや鮮明さ、解像度及び被写界深度の向上を図る。 P アイリスはアイリス開口部の位置を調整し続けることにより画質を維持する。この位置は F 値として示され P アイリスではレンズ性能が最適かつエラーが低減されるよう調整される P アイリスによりカメラから異なる距離にまたがる複数の被写体に同時にピントを合わせることが可能となる固定バリフォーカルレンズ搭載の監視カメラにおける DC アイリス制御ではカメラもしくは利用者が画像の鮮明さを最適化させるのに必要なアイリス開口部の正確な位置を知ることができない。その問題を解決するため光学製品メーカーである工和株式会社と提携し共同で開発した。非常に明るい場所においてアイリス開口部が小さくなりすぎると解説の影響による腰彫りボケが発生する。 P-Iris はイメージセンサー上の画素サイズが従来までのネットワークカメラと比べてより小さいメガピクセルや HDTV ネットワークカメラに使用される。メガピクセルおよび HDTV ネットワークカメラはメガピクセルイメージセンサーを使用するがその画素数は著しく増加している。小さな画素は大きな画素と比べると表面が小さいためあまり光を集めることができない。 そのため、メガピクセルや HDTV ネットワークカメラでは、イメージセンサーにやってくる光のレベルを正確に調整できる必要がある。P-Iris を搭載した初めての製品は、アクシス P1346 ネットワークカメラ。コリドールフォーマットは、階段、廊下、通路、またはトンネルといった幅が狭いエリアの監視に向けたビデオ監視フォーマット。 幅の狭い形状のエリアを通常の横向きのビデオ監視フォーマットで撮影すると撮影視野の多くが不要になるため HDTV ネットワークカメラのフル解像度が活かされないという結果になるコリドールフォーマットは HDTV 標準規格のフルフレームレートや解像度はそのままに16、9アスペクト比を9時16分にするすなわち横向きの画像を縦向きにして画像を 最大限活用すべく撮影すコリドールフォーマットは縦型の映像を生成するため幅の狭い監視エリアを効率的に撮影し横向きのフォーマットで発生する典型的な帯域幅とストレージの無駄を省くコリドールフォーマットは2つの機能の組み合わせにより成り立っているアクシスのカメラを横向きに設置し固定ドームカメラの場合には三軸のカメラアングル調整機構とともに 内蔵されているレンズを90度回転させてマウントする。次にカメラの設定インターフェースを利用し画像を90度回転させて縦型に撮影されるよう設定する。コリドールフォーマットはオープンプラットフォームの API を通じてソフトウェアベンダーよりアクセス可能となっている。ライトファインダーテクノロジーは低焦度の撮影環境においてカラー映像を提供する。 一方、暗所に対応する通常のビデオ監視用カメラであれば、撮影エリアの光量が一定のレベルを下回ると、白黒映像を切り替わるので、色の詳細を得ることはできない。ライトファインダーテクノロジーは、超高感度 CMOS イメージセンサとレンズ、同社独自開発の ASIC チップが搭載され、カメラに内蔵されたソフトウェアが、フィルタリングやシャープネスの度合いを調べし、画像を生成する。 このようなチップ、センサー、レンズの組み合わせにより、低焦度環境においても、ブレやノイズを低減させ、カラー映像を得る。ライトファインダーテクノロジーは建設現場や駐車場などの場所において、人や乗り物を認識する用途に利用される。ライトファインダーテクノロジーを搭載した初めての製品は、アクシス9600にネットワークビデオエンコーだ。通称エンコーだわ。 アナログシステムの映像をデジタルフォーマットに変換し、IP ネットワークを利用できるよう開発された製品。画像の鮮明さを失うことなく、帯域幅やストレージ使用量を低減させるため、H264 データ圧縮が利用されている。1ポート、4ポート、6ポート、および16ポートのビデオ変更だと、大規模向け設置用のラックが販売されている。 アクシスコミュニケーションズはアクシスカメラステーションという製品名でビデオマネジメントソフトウェアを販売している。同製品はリモートビデオモニタリング、録画及びイベントマネジメント機能を提供する。API により販売時点情報管理やアクセス制御のような他のシステムとの統合が可能。アクシスカメラアプリケーションプラットフォームはオープンな API でダウンロードして アクシス製品にインストールして利用できるアプリケーション開発が第三者により可能となる。これによりソフトウェア会社はアクシスネットワークカメラに対し認識、計測、検知、トラッキングといった機能を持たせる映像分析アプリケーションを開発できるようになる。アクシスコミュニケーションズは2013年末に物理アクセス制御ソリューションの提供を開始した。 初めて発売された製品は、アクシス A1001 ネットワークドアコントローラー。IP ベースのセキュリティシステムコンポーネントと、他社ソフトウェアに統合可能なオープンインターフェースを搭載している。同製品は、物理アクセス制御ソリューションにおける初のアンビフ製品である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。